つか胸を貫かれても果たしたい約束があるから、幾千の夜に二人で紡いだ。さあではですね、頂上を目指して進んでいきましょう。結構長い道のりになりそうだけど、あとさ、ここ気になるよね。なんかあるのかな、何かしらのあれかな、人助け的な方の場所だったりするのかな。お、新種ですかね、マグマウスさん。まあでもさすがに倒しながら行くか、積極的に、より積極的に。レベルは欲しいよね、まだまだ。で、極力気力もね、維持しながらうまいことやっていこう。よし、ありがとうございます。で、なんかあるのかな、この辺ね。おお、さっきのパターンと同じか。まあ同じでいいかな、攻略的には。で、あとはまあガチっていけばいいのかな。お、ドロップしましたね。よし、ありがとうございます。とりあえず端まで行けば分かるのかな、何かの素材だとは思うんだけど。で、あとは気力を回復させながら倒していこう。で、いいかな。よし、行きましょう。はい、ありがとうございます。やっぱ光ってるよね。あー、ここにあったんだ。ここにというか。ってことはいろんな場所にあんのかな、この素材って。マジか。その中の一つだったんだ。オッケーオッケー、ありがとうございます。これは取っといてよかったね。
お、火炎放射強いね、なかなか。さあ回復。炎の突進。よし、ありがとうございます。まあ道具はねたっぷりあるんで、もうガンガン使っていってしまいましょう。おお、そうきますか。なるほど。はい。まあ、とりあえず2体目倒して OKOK。 ここは順番に行けばいいかな。 OKOK。 ありがとうございます。ナイスクリティカルだね。で上で左まっすぐで、この先に宝箱があるっぽいんで、それも取っていきましょう。よし、ありがとうございます。いやー、しかし回復がほぼ必須ですね。ほぼほぼマジか。宝猫さんかな。あら、絢爛の宝猫、すごい絢爛の宝猫さんだ。怖え、相変わらず必殺神付きがあるんだ。うわー、でも倒したいな。めちゃめちゃ連発してくるじゃないですか。怖え。このターンさえ持ちこたえれば。うわー、当たっちゃうか。まあでも倒せました、ありがとうございます。500シェル、天使の薬、ありがとうございます。とりあえず回復だね。
で、これか。冷え冷え状態の敵に与えるダメージが増える。なるほど。結構強い。さあ、入っていきましょう。とりあえず一本道かな。おー、オールスターですね。あ、でも3体当たるね、いいね。3体当たるね、いいね。おーし、ありがとうございます。お、レベル上がりましたね。1200シェル大金や。ありがとうございます。お、2体いけましたね。オッケーオッケー。いいよいいよ。よーし、ありがとうございます。で、ドロップもしてるのレベルアップですね。ありがとうございます。復活の雫いいね。でかいね。で、一本道だね、また。わかりやすくて、いいですね。バラの日傘。バラを模した日傘。トゲの部分には触らないように注意。買いますか？攻撃力と防御が上がるのかな？マジか、倒そうか。この一連の特技でさ、ジャンプ切りからの願い星っていうので手前2体倒せるようになるとでかいかな。片方だけならね、いける時があるんだけどねって感じだね。よし、ありがとうございます。いらっしゃいますね。ここはどうしようかな。とりあえずカーマイヘッドさんを倒そう。
よーし、ありがとうございます。で、フローラさん回復かな。お、でもなんか好きそうだね。とりあえずこの上下の道も見よう。お、新書ですかね。グリフォンさん強そう。やべえ、えげつね、なかなか。ありがとうございます。さあ、まず下から行こう。下は宝箱っぽいね。取りましょう。いい感じに縦に並んでくれてるね。ありがてえ。とりあえず気力回復かな。よし、では倒しましょう。ありがとうございます。これ強いよな。もうなんかロケットパンチみたいなやつ。はい、ありがとうございます。よし、でも次はこのポイントを見ましょう。ここも宝箱っぽいかな。マジかー、気力がないんだよな今。とりあえず回復からやっていこう。なな。なんかあるかな今の。うわ、マジか。でもこれは倒しちゃった方がいいな。よし、ありがとうございます。なんとかなった。怪力の種を4つ見つけた。ありがとうございます。なかなか嬉しい。よし、ではいよいよこれは着くのかな、目的地に。
一旦ずつ倒していこうかな。ここはね。さあ、もう一丁行きましょう。よーし、ありがとうございます。なんとかフロフロさん耐え切ったね。よかったよかった。で、回復させて、もうなんか飛んでた今。さあ、では行きましょうか。泉がある。とりあえずここって思ったけど、こっちは行けそうにないね。じゃあ泉の方面行きますか。で、とりあえずね、使った分をって思うんだけど、ここはこっちに切り替えていこうかな。大回復の方ね、全地の果実の方に大量買いは50にしておきましょう。よし、ありがとうございます。では行きましょう。ただ右も気になるんだけど。おお、進んだ。魔王山の頂上近くまで登ってきた二人の目の前に、大きく口を開けた洞窟の入り口が待ち構えていました。その入り口はまるで恐ろしく大きな魔物が開けた口のようでした。ついに頂上まで来たね。ええ、きっとこの先に魔王がいますのね。フローラ、ユウ、二人は目を合わせ、お互いの決意を確認します。よし、行こう。行きますわよ。二人は勇気を振り絞り、洞窟の中へと踏み込んで行きました。さあ、ということで、この先になりましたね。行きますか。お、竜のゆりかご、竜のゆりかごさん、斜め方向だから当たるよね。よし、行きましょう。結構ダメージ通るね。 OK です、行きましょう。おーし、ありがとうございます。ただあれかな、早めに倒した方が良さそうな感じはあるよね。4箇所、そういう感じか。繋がってんのかな多分。おー、3体ですか。さて、とりあえずは倒しちゃうか、手前を、手前の方々を。
そうお願いします。よし、ありがとうございます。マジかー、宝猫さんか。頑張りますか。やべー、いきなり当たった。とりあえず復活の続くですよね。うわマジか、また当たった。うわ80ダメージか。通常攻撃もやばいっすね。うん、よし、ありがとうございます。ナイスクリティカル。大受けの鍋かな。防御が上がるのかな、これは。よし、つけましょう。でもう一個あって、で下も見ようか。でまあ同じような構造かな、宝箱2つあってみたいな。お、全員当たる。行きましょう。やべえな、回復してなかったな、そういえば。フローラさん、いけっかな、いけっかな。お、耐えた。ナイス。よし、ありがとうございます。お、ナイスレベルアップ。やはり出ますか、宝猫さんね。まあでもせっかくなら倒したいよね。おーし、ありがとうございます。だいぶいい感じだった。
よし、では進んでいきますか。いよいよかな。お、一発だ、やった。おそらくこの先がっていう感じにはなると思うんで、気力今ちゃんとあるからな、これ維持しときたいな。よし、行きましょう。魔王を探して洞窟の中を進むユーとフローラ。突然闇の中からフローラめがけて白い糸が飛んできます。フローラ、ユーは駆け寄りますが間に合わず、フローラは糸にとらわれ手の届かない高さまで吊り上げられてしまいました。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。